しずくたち、いつの間にか忘れていく、誰かに愛されてたこと。あれがバランドールでございます。ドレギアス将軍閣下、今宵の宴は楽しくなりそうですぞ。おい、そこのジジイ、ちょっと待て。は？私のことですかな。お前、顔を見せてみろ。これはなんと、このような老いぼれの顔など人にさらすほどのものではありません。ご勘弁を。おい、いいから顔を見せろと言っている。ん？よかろう。行け。おお、通してくださるか。この国の兵隊様は優しいお方じゃ。おい、どうした？あのじいさん、行かせていいのか？いよいよか。予言によれば、この町で全てが始まる。陛下、シズナ様はいかがですかな。相変わらずじゃ。未だ言葉を口にせん。10年前の今悪しきあの日からシズナは固く心を閉ざしてしまった。
おお、今の姫君に成人祭などますます民の不安を煽るのでは。心配はいらぬ。静奈の言葉など誰も期待してはおるまい。あの子はただいてくれさえすればよい。ほう。しかし静奈の晴れやかな笑顔をもう一度見てみたいものじゃ。フロレイン、教えてくれ。私はあの子に何をしてやればよいのか。陛下、陛下は静奈様のあのようなおいたわしい姿を見ても王妃様を殺めたフォーリアとの和平をなさるおつもりで。サルベインよ、時代は変わった。我々は同じ言葉を持った人間なのだ。分かり合えぬはずはない。過ちを繰り返してはならぬ。世界に再び光を取り戻すのじゃ。おお、シズナ、美しいな。そのドレス似合っておるぞ。陛下。どうした。フォーリアのダラム大公が間もなくお着きになります。そうか。では丁重にご案内しろ。はっ。それとマーカス大道芸団と名乗る一団が門の前に参っております。自分たちも姫君の成人祭を祝いたいと申しているそうです。追い返しますか。大道芸団。陛下、今日は静奈様のめでたき日でございますし。お、よかろう。好きにさせてやるがよい。はは。異常はないか。すごい行列ですね。あれがフォーリアのダラム大公だ。戦争を起こした張本人が。君は？バランドール王宮騎士団長サイラスでございます。閣下のお付き、心よりお待ち申しておりました。ご苦労。ところで国王陛下はお変わりないかな。はっ、お元気でございます。そうかね、それは何よりだ。ではサイラス殿、失礼いたす。国王陛下は本当に和平をお考えで。フォーリアと和平など陛下は何をお考えか。王妃様、
おい、レナード、どこに行ってた？今日が何の日か分かってるんだろうな。分かってるよ。今日はお姫様の成人祭、ラパッチワイン賞の大出世のチャンスだろ。式典のワインを仰せつかるなど、うちの店始まって以来の一大事なんだぞ。これを成功させて、この店は王宮認定店になるんだ。ここまで来るのにどれだけの苦労したことか。これからパームのワイン倉庫に行っても夕方には間に合うよ。どうだかな。村で従者を借りる手はずにしておいた。帰りはそいつに乗せて運ぶんだ。死ぬ気で運べ。分かったよ。なあ、それとあいつは新入りだ。一緒に連れてってやれ。俺はレナード、よろしく。何をグズグズしとる。さっさと行かんか。分かったって。さてと、パーモのワイン倉庫から従者で樽を運ぶのか。こりゃ結構骨が折れるな。さあ行こう。そんなに怒るかな、普通。久しぶりだな。うわ、すごい人通りだ。あれは？バランドールの皆さん、マーカス大道芸団だよ。今日はお姫様の成人を祝って最高の芸を披露するよ。さあ、持ってらっしゃい、見てらっしゃい。Thank you.
バンか。なんか祭りらしくなってきたな。ここをまっすぐ南に進めばパーモの村だ。何もないとこだけど、のどかでいいところなんだ。そういえばあんた、まだバランドールに来たばっかなんだろ。だったら見物がてら行くのもいいかもな。って言ってもこの辺りはモンスターも出るから油断しないように。とパーモに向かう前に少し準備をしよう。面倒かもしれないけど、ラパッチさんから頼まれてるからな。よく聞いてくれよ。三角ボタンでメインメニューを開き、バトルセットアップからコマンド編集や装備などができる。次にメインメニューからのスキル取得だ。レベルアップ時に取得できるスキルポイントを使ってコマンドスキルを覚えることができる。何を取得するかは自由だけど、魔法以外のコマンドスキルは対応している武器を装備しないと使うことができないから注意するように。取得したコマンドスキルはバトルセットアップの中のコマンド編集でスロットに登録しよう。これで戦闘中に使えるようになるぞ。ま、習うより慣れろだな。スキルポイントは最初からあるからやってみよう。さっきの男、知り合いなのか？おっと、モンスターがいるな。あいつらは単体ではあまり強くないが、数で来られると厄介だ。戦うときは周囲に注意しような。モンスターに攻撃をするにはターゲットできるところまで近づいて丸ボタンだ。武器を構え戦闘状態に切り替わるぞ。戦闘状態を抜けたいときは×ボタンだ。ターゲットの変更をする際は L2 ボタン、R2 ボタンか L1 ボタンを押して方向キーで切り替えることができるぞ。
コマンドサークルのアクションゲージが溜まれば、画面下のスロットにはめたコマンドスキルを使用することができる。スロットは方向キーの左右で選択、上下でパレットの種類を切り替えることが可能だ。使用したいコマンドスキルを選んで丸ボタンで決定しよう。コマンドスキルの中には MP やアクションチップを使うものもある。アクションチップは攻撃したり攻撃を受けることで溜まっていくぞ。俺たちの HP や MP は画面右上に表示される。 HP が残り少なくなっているときは画面の周りが赤くなるから注意してくれ。 HP がゼロになると戦闘不能になってしまう。そうならないようにアイテムのヒールポーションやヒールの魔法などでこまめに回復しような。もっと詳しく知りたいときは三角ボタンでメインメニューを開いて冒険手帳のヘルプ中で見ることができるぞ。いい空気だろ。かかってくるから。次から次へと。片付けるぞ。すぐに道も覚えるさ。しっかりついてこいよ。次へと。手加減しないからな。パーモまでほとんど一本道さ。
遅れたらそれこそ一大事だな。かかってくるからだ。これで終わりだ。大したことないな。さっさと帰ってこような。終わりにしてやる。次から次へと。雫たちいつの間にか忘れていく。